At Tokyo Game Show 2009, Sony Computer Entertainment exhibited, for reference, a stereo vision game. With stereo vision games, the PlayStation 3 is used to play 3D games. The technology exhibited at Tokyo Game Show utilized a 3D conversion of the racing game Wipeout HD.あのソニーは2010年にあの立体視を家庭の中に入れるというようにあの 先日の IFA で宣言いたしましたけれども、我々もその2010年の、まあ、3D 元年と呼んでますけれども、その立体視元年に合わせましてあのコンテンツをどんどん増やしていきたいと思います。今まであの2次元のゲームが3次元になることでより自然な体験をしていただいたと思うんですけれども、それが立体になることで奥行きをさらに感じていただけるということで、奥行きとか飛び出しということで、さらにゲームの世界がリアルになってきて、よりあのリッチな体験ができるようになってきます。それが立体視対応の一番の利点だと思っております。 To play stereo vision games, players put on special glasses. The type of system used to see in 3D depends on the display. So if 3D displays viewable with the naked eye appear in the futureIt will be possible to play 3D games without special glasses. 開発のコストそのものはあの実際ポリゴンで作ってますので、視点をもう一つ増やすだけなんですね。右目用の視点と左目用の視点を2つだけなので、あの開発のコストはそんなに多くはないです。ただ計算のコストはやっぱり右目と左目で倍になりますので、そこのプログラムの作り方っていうのは当然難しいんですけれども、開発そのもので立体に対応するので今までのゲームの倍の開発費が変わるかというと決してそういうわけではなくて、まあ、いかに計算をうまくやって2つどんどん作っていくかという話になると思います。で例えるとすると画面分割してあの2人対戦のゲームとかよくあると思うんですけど、ああいうゲーム作るのに非常に近いので、そういう意味ではそんなにコストのかかるものではないですね。ただあの計算は倍しますので工夫が必要です。Dig Info News.